今日は福井を中心に運航するガット船に潜入だ。なんでもこの船実は別の船と合体して活躍するらしい。船内雰囲気も良さそうだ。そして笑顔がナイスな船長に船のことをいろいろ聞いてきたぞ。この船を運航する岩田とはガット船型プッシャーバージを中心に A 船や潜水作業船、兵台船などを運航する会社。主に建設用の石材、砂、砂利などを運んでいるぞ。自社で陸上土木工事も手掛けており、会社の安定性が高いのが特徴。日本海側に同業他社が少なく、地元で安定した仕事に就きたい人におすすめだ。さらに特徴的なのが給与モデル。地元の陸上職に比べ高い水準となっている。匿名アンケートで出たいい点はこんなこと。一方、悪い点はこうした事情も。一般ガット船のイメージと違って荷役の負担を軽くする工夫をしているらしい。そのあたりを船に入って潜入調査だ。伊藤航海士の赤井と申します。これから住吉丸の説明をさせていただきます。まずはブリッジから。住吉丸の舵になります。レーダーはどうなっている？レーダーはメインとサブが1台ずつあります。東京計器です。2022年に竣工した船だが、しっかりメンテナンスされており綺麗だ。次にこれがスラスターになります。遠隔で前のスラスターの舵ですね、それを操作します。前というのは前方に繋がっている第10クスヤ号のこと。この船はプッシャーバージといって、貨物を積載する船と押し船2隻が合体して積み荷を運ぶシステムを採用している。2隻が一緒に行動するのが特徴的だな。現在は九州での仕事が多いが、仕事に応じて日本全国の港に行くようだ。貨物の積材や砂利の用途は主に港湾土木工事。日本海側で操業するガット船としては最大級の積載量で、公共工事がなくならない限りは安定した需要がありそうだ。では後半部の1日のスケジュールを見ていこう。睡眠はしっかり取れているかな？夜航海とかあんまりないんで、夕方には仕事終わって睡眠がよく取れてる方だと思います。仕事の内容はどんな感じかな？クレーンとかペイローダーとかいろいろ乗り物があるんで、スクリーアップしたい方にはまあいいかなと思います。気になる休暇はというと、船長と会社が相談して航海ペースを調整。ゴールデンウィーク、お盆、正月などは休暇にしているそうだ。続いて生活空間を見ていこう。二等航海士の部屋にはテレビと DVD プレイヤーや冷蔵庫が各室に完備。ちなみに Wi-Fi は入ります。航海中も問題ないそうだ。一方こちら一等航海士の部屋は少し広め、冷凍冷蔵庫もついている。1階下には洗濯機と乾燥機が2台ずつ。さらに前のバージには洗濯機4台と乾燥機2台が完備されているので、洗濯で困ることはなさそうだ。お風呂とシャワーは2つの船で合計2つ。トイレは各階に設置されているぞ。あと厨房はどうなっているかな？冷蔵庫は2台あります。この下に野菜室、冷凍室があります。メインの冷蔵庫はこちらです。食材がいっぱいだが、これは支柱長が料理するのかな？今のところ私がやってます。基本自炊だが、現在は料理が得意な二等航海士がみんなの分の食事を準備しているとのこと。ガスコンロ2台と電子レンジ、トースター、炊飯器もあり、好きな時に好きなものを作って食べるのも自由だ。続いてはデッキ荷役作業を見せてもらったぞ。荷役は甲板員だけでなく機関員も協力しながら行っている。上げに積みにともに砂や石材をクレーンで上げ下ろし、クレーンの旋回範囲には安全柵が設置されるなど、安全には十分注意が施されている。今は効率化が進んでいて、肉体的な負担を減らすよう工夫しているらしい。荷役作業について船長に話を聞いてみよう。荷役はどんなところに気をつけているのかな？まあ怪我ですね。気をつけるのはやったことないとは、何が危なくて何が危なくないかいうのが分からんから。船の雰囲気は？仕事はやっぱり真剣にやってますよ。空いた時なんかはもう上下関係なしで楽しくやってます。こちらの甲板員にも聞いてみよう。全員になってどれくらいかな？自分も未経験で力を教えてもらってるんで、まだ見習いですけど。
この会社の印象は？楽しいし未経験でもいろんなことを教えてくれるんで一から何でもできる。免状取得費用も会社持ちらしいので未経験者も安心だ。前のバージのデッキも見ていこう。ボーサー周りはこんな感じ。一般的な船とそう変わりなく覚えやすそうだ。では機関室も案内してもらおうか。主機はヤンマー 6E Y33W、 馬力は4000馬力。発電機は大きいもヤンマーです。 160kW ですね。そしてここにフッシャーバージの秘密が。これはバージと押し船を連結させる固定ピン。ピンはユニットがありまして、中にロックするピンがありますので、溝のついとったポッチリですね、入って固定します。2役中に喫水が変わるためピンの固定位置を変更できるようになっているらしい。操作はデッキか船内の事務室で行うそうだ。では機関部の1日も見ていこう。では機関長に話を聞いていくぞ。この船の雰囲気はどんな感じかな？アットホームで楽しいです。家より船の方が楽に寝れるかな、そんな感じですわ。仕事で大変なところはどこかな？やっぱり人を育てるのが大変ですよね。こちらの機関士にも話を聞いてみよう。船で大変なことはあるかな？荷役が中心の船なので、そっちの仕事が一から覚えて大変でした。この船の雰囲気はどんな感じ？船長をメインとした団結力がある船だと思います。では今日のおさらいだ。2隻一体で運航するガット船型プッシャーバージは安全面に配慮し作業を効率化させている船だった。日本海側では最大級の積載量を持ち、自社での工事も請け負っている会社なので、北陸地方で高い給料と安定した生活を実現したい人にはおすすめだ。株式会社岩田、来てください。待ってます。